こんにちは、エレマントサイクルです。2023年2月、えー、ホイールのキャンペーンをします。これね、結構いい。<laughs> ちょ座る素晴らしい。<laughs> 最近、膝が痛い、あのー。ここでいいのって。で、何かというと、ちょっとやっぱホイール、やっぱ自転車の一番重要な部分は僕は、ね、やっぱり車輪だと思ってて、まあ、タイヤとホイール、まあ、ホイールだと思ってて、それを、 ちょっとね昨日インスタグラムとツイッターでアンケート取ったら何名か多分県外の人ですけどあのホイールがまあなんか売りたいのがあるみたいな、まあ、アンケート結果があってじゃあ僕がそれをまあ委託で売っちゃおうかなと思ってですねで今回は2月2023年の2月中にまあご連絡いただいた方ですけど、えっとね、送料無料でやります。 だから例えば東京名古屋大阪、まあ、熊本とかいろいろありますけど僕が段ボールをその人の家にまあ発送してでお客さんがその段ボールを入れて送ってもらえればいいったらそれだけですだから県外の人ネットホイールを送るのだい3,000円から4,000円ぐらいかかるんですけどそれはまあ僕がまあ負担しますっていう話です。 2023年の2月のキャンペーンというかなんかそういうのあったら面白いでしょ <laughs> 面白いかなと思って僕がなんかそういうの好きなんでなんかそういうのあったら面白いかなと思って今回やりましたはいその話ですえー、ここからはフリートークしますああとまあできればその、まあ、やりとりするんですけど、まあ、LINE とかメールでもいいですけどもしその希望者は えーまあ、画像を送ってください画像を送ってそのホイールがちょっといけるかどうかだけ確認してから確認後にその段ボールを送る、まあ、手順をしていきますで委託販売なんで、まあ、売れたらまあ何パーセントか僕がいただくんですけどその辺の話もそのメールでしましょうここで言うとね <laughs> ややこしいから <laughs> できれば欲しいホイール欲しいホイールいます、まあ、スルーワクスルの、まあ、シクロクロスとかに使えるやつ オーールロードとかあとはククイック式の、まあ、何ででもいいですあのカーボンでも何でもいいただなんかこの盗難品とか偽物とかはなしでお願いしますあとビとか,も嬉しい、ね、なんかその壊れてないやつその自分がもらってその嬉しいやつ嬉しくないのはやめましょうだから前後で1万円とか。 2万円とかのホイールよりもなんかそれ以上のやつがあったらワクワクするじゃないですかワクワクで多分その売りたいけど売り方が分からないとかちょっと売り方なんか梱包んどくさいなっていうのがあれば僕があの代行してやりますから是非ねいい感じにまあ僕を利用してもらえば僕もそれで見,見れたらなんか楽しいしなんか昔のなんか自転車とか見るとなんかワクワクするんでワクワクそういう感じでやっていきましょうそういう感じね、まあ、ざっくりしましたよ だからもしホイール売りたいホイールなんかあったら僕に言ってもらえればやりますんでっていう話ですでここからねフリートークしますキャップ入ってきますキャップがサイクルキャップ僕はねやっぱかぶり物が大好きなんでこのチネギのねキャップが今回入ってきました大体3000円から4000円ぐらいなんかねガチャピンとムックみたいなああやつとか、えー、シカゴブルースです バススケ好きはね、マストですなんかねコットンというなんかナイロンっぽい感じなので汗かいてもあまり不快感がないようなこれすごいさこれ全部この金色の何これペイントみたいな感じこれも面白くてなんかねなんかザラザラしててなんか面白い感じのこんなんとかね 本当はねキャップ結構やりたかったんですけど今日本にある在庫ほとんどなくて今、ね、日本で買えそうなやつ地ぬりのキャップを入れてみました、ね、あの購入希望の方はぜひねあ,あさっき言ったその段ボールの話ですけどもし広島市内の人だったら僕タイミングよければあの取り行きますから、はい、そういうのもあの相談お待ちしてますやっぱり、ね、ホイールは自転車の なんていう超えるっていうか乗り物はやっぱりね足回りが重要なんですよ足回りがねこれでもう全部イメージガラッと変わりますからねこれ,これはちなみに前後セットで2万5000円です今ねちょっと商談中なんですけどなかなかちょっと、ね、連絡がなくてちょっとどうしようかな今ね3人ぐらいこれ今ね問い合わせ来てますこれいいと思うんだけどな,なんかね これ買った人はヤフオクで買ったんだけど当時なんか7万円ぐらいで買ったそうですでも2万5千円出してますやっぱり、ね、それぐらいねもう思い切ったねもう強気でいかないとまあ僕が強気で強気で値段下げてますけどね強気に上げるじゃなくてやっぱそれぐらいした方がやっぱ買う方も嬉しいしなんかいいんじゃないかなと思ってこれね僕が欲しいんですよこれやっぱ乗り物ね足回りやっぱね ホイールでね全て変わるんですよやっぱね VMAX もホイール買いたいけどやっぱ前後で25万円ぐらいするんででも自転車のホイールね今エンビとか買ったら40万円だからやっぱ自転車の部品高いなと思って僕が今一番欲しいホイールはあのクリス・キングの工場で作ってるあのクリス・キングのカーボンホイールが欲しいですなんかね環境,環境に配慮したカーボンリムを使っててなんかね 再生できるみたいですさすがだなと思ってクリス・キングさんはあとエンビも欲しいな次あの僕のスコットが入ってくるんですよ来週ぐらいにスコットのアディクトっていうのが入ってきててもう多分ねどっかのショップさんなんか SNS で上げてますけどまだね YouTube 撮ってる人いないんで僕はやっぱりスコット大好きなんでスコット推しでいきたいですバーディーとスコットのこのツインタワーでやってツインタワーね あのサンアントニエスポーズじゃないですよ。ダンカンと <laughs> ロビンソンじゃないよ。<laughs> まあそういうのでいこうかなと思います。はい。じゃあホイールの話でした。はい。じゃあ終わりまーす。